お、ガキです。みっちゃんです。ピュアです。アスポンです。はい、今日はガッキーさんの持ち込み企画で、超超超超超超大盛りペタマックス、大喜利対決やっていこうと思います。はい、なんとこれを、これ4000キロカロリーあるんですけど、絶対一人で食べないでくださいって書いてるんですけど、ガッキーさんはこれを一人で食べます。食べます。頑張ってください。はい、で、こっち3900キロカロリーぐらいあるやつを、私たち3人で協力して食べていきます。はい、意気込みどうぞ。はい、食べます。余裕だと思います。全然、もう3人なんでね、全然余裕だと思います。ガッキーさんどうですか？余裕ですね。顔が引きつってます。なんかもう、はいはい、大丈夫ですか？大丈夫です、全然余裕ですね。帰ってご飯食べます。なんなら、はい、はい、はい、では、4人で大喜利対決やっていこうと思います。レッツゴー。では食べていきたいと思います。せーの、いただきまーす。やばいこれ。ガッキーさん全然余裕そうですね。早くないですか？弱音吐くの。いただきます。先が見えない。美味しいですね。みきちゃんいけそう？いけます。限界です。無理。もう私3杯食べました。そんな食べた？2杯半食べました。いや、みきちゃんまだいけほど。これが今 4? 4? くらい。もうあと女性陣の残りがあとこのぐらいです。で、ガッキーさんがこのぐらいです。これぐらいですね。めっちゃどいけます。いけます。いけます。めっちゃいける。いけますよ。はい、待たせていただきます。もう下郡店の希望、神聖の星です。ミクさん、いけます。いけました。まあ、今食べるのやめてるやないですか。いらないですか。もうちょっと厳しい。ガッキーさん、ペヤングにひよってるんですか？あ、おい、ひよってるやつでいねえよな。いないですよ。いないですよ。いないですよ。
ガッキーさん書き込むんでしょ、それ。これはもう、ピエン。ピエン。ピエン超えてる。今早くパオンで。パオン。もうちょっと、ギブアップで。すいません。じゃあもう、ミクちゃんの勝ちということで。あ、もう、はい、もう、1位で。量的に、もう女性人の圧倒的に。そうですね。もうちょっと。もうほぼ食べたのミクさんですから。食べました。はい、持ち込んだ人が、はい、負けるという。はい。これも次回ちょっと。考えないといけないですね。ちょっともうそろそろペヤングは、うん、卒業をいたします。いや、なんか甘いものを今食べたいですね。はい、ということで、今回の大食い企画は、ガッキーさん VS 女性陣さんに、勝者は女性陣で。もうミキちゃんのおかげです。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今日のこの企画がいいなと思った方は、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。また見てね。バイバイ。